ルーグレン・マーソン・アメリカ合衆国、アリゾナ州スコッツデール出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB 新シシレッツ参加所属。コロナド高校では、アメリカンフットボールのクォーターバックとしても、活躍していたが、最終学年時に鎖骨を骨折し、野球に専念するようになる。2004年のドラフト4巡目で、フィラデルフィア・フィリーズに入団。2008年は 2A で打率。 314を記録。8月には、北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表として出場し、銅メダルを獲得した。9月28日のシーズン最終戦で、メジャーデビューし、マルコ・エストラーダからメジャー初本塁打を放った。オフには、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、ドモニク、ブラウン、カルロス・カラスコに次いで、チーム3位。 マイナー全体では66位の評価を受けた。フィリーズ時代のマーソン2009年7月29日に、クリフリー、ベンフランシスコとのトレードで、カルロス・カラスコ、ジェイソン・ドナルド、ジェイソン・ナップと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2010年以降は、カルロス・サンタナに次ぐにワンテホシとして起用されている。2013年12月2日に、FA となった。 12月18日にフルス・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2014年3月14日に放出された。5月8日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2011年終了時点での通算等録依存死率は40%に達しており、守備には定評がある。一方で打力には乏しく、正保守獲得には至っていない。ありがとうございます。